大勢のお客様方に大変なご奉仕をいただいております。これはですね、私たち決して無駄に使いません。獅子のですね、修理あるいは衣類の購入等に役立たせております。今年もですね、この獅子頭、失礼しました、太鼓ですか、太鼓を3つ直したわけですね。太鼓を3つ直し、そしてまた140万もの費用がかかっているわけでございます。そういうわけで皆様にいただいたこの奉仕は大切に使用させていただきます。竿の舞と申します。長い竿がですね、で仕切られました、目獅子が仕切られました。これはですね、まあ強固な、壁と思ってください。この壁をですね貫いて、この目獅子に近寄るという頭獅子と乙獅子でございます。これは見て簡単のようでございますが、なかなかこの壁はくぐることができません。まあ散々にですね、場所を見つけまして、まあやがてはその壁をくぐることができるでしょうか。また天狗様もですね、そう簡単にくぐらせてはございません。
はり天狗様もですね、小学校の4年生、6年生でございますが、3人とも本当にね、立派な天狗様でございます。もう、練習期間中まで一生懸命にですね、指導されまして、そしてこの技をですね、身につけたわけでございます。当たることができました。さあ残された頭獅子がこれからですね、さあ怒り出します。すごい勢いですね、この竿を狭くと踊るわけでございます。また一段と高くなり響いております。